皆さんこんにちは。剣道具専門店大須賀のまゆです。ようこです。剣道初心者の皆さんのための動画です。それではご覧ください。どうぞ。では続いて面紐の付け方を説明します。面金14本の場合、下から4本目のところにこちらの内側をつけます。1、2、3、4本目、内側から内側を通します。そしたら内側が、下の部分が上に重なるように重ねてください。そしたら面紐の穴を内側に通して、内側に開いている切り込みのところから面紐を出します。で、最後まで引っ張ると、片っぽが完成です。では続いて反対側も、1、2、3、4本目のところに内側から通します。そして下の部分を上に重ねます。そして紐を内側に通して、切り込みから紐を抜きます。よいしょ。ちょっと硬いので気をつけてください。そして最後まで抜いたら、面紐をつけるのは完成です。そしたらこのままでは剣道ができないので、近輪から反対に交差するように、面金の一番上のところに通します。そしたら完成です。